本日はスペシャルゲストにお越しいただいております。2002年日韓ワールドカップ韓国ベスト4の立役者、そして2004年横浜 F マリノス3度目のリーグ優勝メンバーのアンジョンファンさんに来ていただきました。ようこそお越しくださいました。はい、おはようございます。ありがとうございます。アンさん、あの決勝戦から10年ですが、どんな思い出がありますか、ワールドカップは。추억이너무많아요뭐좋은성적도냈고또축구선수로서월드컵에서뛸수있는그런기회가많지않은데뛸수있어서너무평생에좋은추억이된것같아요。あの本当にあの思い出ってたくさんあります。やっぱりあのワールドカップっていうのはサッカー選手にとってなかなかプレーできる舞台ではないと思うんですよね。まあ、そこでまあいい成績を収めたり、あといいプレーができたりして、本当にいい思い出がたくさんあります。素晴らしいあの韓国代表で活躍をされました。今はどんな活動されていらっしゃるんですか。俺1월달에은퇴하고지금이제좀쉬고있습니다。あの今年の1月に引退したんですけど、うん、実は今あの休んでる時です。あ、そうですか、うん、日本に来られたのはいつ以来ですか。15年オブジェクトという本当にお礼前なんですよ。ね、お礼前なんですよ。작년에沖縄한번갔다가올해는처음인것같습니다。あのすごく久しぶりなんですね。昨年はあの沖縄にちょっと来たんですけど、今年は初めてです。あ、そうですか。久しぶりのこの日産スタジアムの雰囲気ってどうですか。뭐너무좋습니다。좋고또마음도설레고예뭐다시고향에온것같고あのすごく嬉しいですよね。そしてあのワクワクしてあのいなふるさとに来たみたいな、そんなような気持ちです。あ、そうですかね。まあ津波さん、いろいろとお話を伺っていきたいんですが、はい、やはりこのマリノスでの活躍ちょっと聞いてみたいですよね。そうですね、あのワールドカップの後にマリノスに入ったわけですが、マリノスの生活を申し上げる。マリノスの生活自体をちょっと話しましょうか。あじゅ、とても재밌고、とても좋게지낸것같아요。친구들도많이사귀고、가장、제가여러나라나여러팀에가서많이해봤지만、가장좋은친구들도많이사귀고、정말이렇게편하고행복하게생활했던곳인것같아서너무좋아요。そうですね、あのマリノスでの生活っていうのは、私はあのいろんな国でいろんなあのチームでプレーをしたんですけど、その中でも一番すごく気楽に、過ごすことができて、そして本当にいい友達が一番できたところが横浜マリノスということが言えます。そうですか。一番世話してくれた人はみたいな誰なんですか。まあ、まあ、奥で行く奥奥選手、安で行く、久保選手、久保選手、面白い。もう、モデルさんたちね、ちなげちねっちゃ。あの本当に全部の選手と仲良く過ごすことができました。ああ、そうですか。当時はその前の年に優勝して、連覇が期待される中でチームに入って。改めて振り返るとどんな1年でしたか。그때는너무좋았던것같아요。뭐시합도많이이기고또우승도할수있어서계속경기에승리하다보니까모든게다즐겁고행복했던것같아요。あのすごい1年、いい1年だったですね。例えば試合をすれば勝つことができて、まあ、そして最終的に優勝することができたんですね。はい、であの試合にやっぱ勝つことによってすごくやっぱり幸せな気分になります。そういう1年間でした。ああ、そうですか。思い出に残っているゴールというのはありますか。먼저横浜처음왔을때데뷔전에서골넣었을때하고그다음에이제전반기우승확정지을때골넣었을때그두경기가가장기억에남습니다。あの一番記憶に残ってるのは2つです。あの横浜に合流してきたもうデビュー戦ですよね。その時のゴールと、あとそのファーストステージで優勝を決めた試合のゴール。この2つなんですけど。そうですか。そのシーズンは12ゴールもね決められて、素晴らしい活躍でしたが、日本に来られた時にあのアンジョンファンが来るっていうイメージで我々見てて、やっぱりみんながこう潰してやるっていうイメージでね、他のチームは戦ってたと思うので、やりにくいディフェンスとかいましたか、他のチームで。スビスビスでも역시안정환이막아야한다。 그렇게 생각했을 거예요。 네、 그 白ヘッドのスビスなんですよ。
아지금이름이기억안나는데옛대표팀의그5번이었던것같아요아이름이기억이잘안나는데대표의5번의선수였다고생각합니다이름이좀지금생각이안나는데結構激しかったんですか、うん、結構こっちでねそうですね荒いプレーが、まあ、みんな多分スピードドリブル止めたいって気持ちも強かったので、ね、激しくいったと思う、はいはいね、マリノスの5番ですかその5番いや相手でしょ、相手チーム、ね、どこのチームの5番だったんですか名古屋名古屋うあそうですかちょっともし後で分かったらお伝えしたいと思いますけどね難しい質問しちゃった、いやその今ちょっと話出ましたけど今日対戦相手の名古屋はどんな印象でした当時対戦してみて예전에경기했을때는그렇게제가경기도해봤지만강한팀이아니었었던것같아요뭐지금은어떻게강한팀이되는지모르지만그때당시에는그렇게강하지않았던것같아요요가만워낙강했기때문에まあ、当時横浜が一番強かったと思うんですね、うんうんうんまあ、ですので今ほどまで名古屋は強くなかったんじゃないかなというふうに思ってますああそうですかあの、まあ、時が流れて、時間が経ちましたが今のマリノスの選手たちのこと、まあ、チームのことって何かご存知のことありますか今チームは私と一緒に지냈던선수는몇명없어서잘은모르지만은이제경기를많이볼수있는날이없었어요근데가끔가다가이제뭐인터넷으로보다가지금요가마가몇위하고있나뭐그런거찾아보고있는데올해좀성적이안좋은것같은데제가열심히응원해야될것같습니다そうですね一緒にプレーした選手は少ししか残ってないんですねそれで試合をゆっくり見る時間もないんですね、はい、ですので例えばネットとかで成績をちょっとチラチラ調べるんですけど、はい、昔より成績良くないんですよね、まあ、ですので、今日はですね一生懸命応援したいと思います、はい、そうですね改めて、20周年を、まあ、迎えました、マリノスに最後にメッセージをいただきたいんですが네너무20주년진심으로축하드리고요또나중에더뭐50주년100주년돼서제가그때살아있으면그때또와서이렇게경기를관전했으면좋겠습니다너무축하드리고앞으로더욱더욕과만많이응원해주시고사랑해주셨으면좋겠습니다まず20周年本当に心よりおめでとうございます、そしてもう本当これから先も100周年とか、はい私が生きてればまた私も応援したいですし、まあ、ファンの皆様はこれからもマリノスにたくさん愛をいただければなというふうに思いますこの後アンジョンファンさんには選手入場の際にピッチに登場していただきまして選手たちを激励してくださるということですこの時間はアンジョンファンさんをお招きしていろいろとお話を伺ってまいりましたどうもありがとうございましたありがとうございましたさてこちら今アンジョンファン選手が姿を現しまして選手たちを激励しています今日2012年の6月30日は2002年の日韓ワールドカップの決勝からちょうど10年という日です韓国ベスト4の立役者それから2004年 F マリノス3度目のリーグ優勝のメンバーでもありますアンジョンファン選手が今横浜 F マリノスの選手たちを激励しました